の島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。ノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。任せろ、フードバーサー。いっけ、んてい、立て直すわよ。危ない、ジョンボーサー。麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。うわ、俺の帽子がねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわっ、あぶねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってき
なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のお菓子の嵐の時に降ってきた氷みてえだ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ソロとブルックもいないぞ。どうするんだルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまう？ここはあいつらも島の奥に。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？あ、なんだ、行ってみよう。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したら、そいつを探しに島を探みんな合流したら、そいつを探しに島を探検だ。いや、待て、ルフィ、おい。ナミスワン！サンジ、いたか？この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよな。この辺り、みんな。雷雲。でも、今は見つけ。この辺。本当か、チョッパー。
ナミの匂いは俺たちよりさ、ナミさん、よし行くぞ。道がねえ、ルフィ反対側だ。よし行くぞ。なんださっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。任せとけ。勝負だ。邪魔だ。おい、腹減ったぞ、サンジ。ああ、ちょっと待っ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。
まだ来るのかよ。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。ゴムゴムのガトリング。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。待てルフィ。な、そうか。ナミさんはこっちだ。ジョッパー、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだそれだ。待てウソップ。どうしたチョッパー。敵意はないけど食欲はあるみたいだ。うちのクルーに何してくれてんだ。俺に任せろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット。死なせない、俺が必ず助ける。待ってろ、くらえ。パーティーテーブル、キックコース。なんだよ、生きてたのか。よし、じゃあ残
危ねえ。食われるところだった。あの鳥のくちばしね。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、ナミ、うん、ナミの匂いがしてる。間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先。まだつかねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたわ。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんだまたかよ。どけ猿。あら、こっちにもハサミ打ちか。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。ジャンブプルミエールアッシュ。よし、かかってこい。ゴムゴムのいいわ、任せて。ドスフルール。グロップ。で決めてやる。うそっぺ。あんな。ああ、私たちは進まなくちゃいけない。オチエンタフルール、クロトーマード。
俺は負けねえ。邪魔だ。俺に任せろ。レディーの前で無様な格好を見せるわけにはいかねえ。俺はまだまだ強くなる。やったー。海の一流コックは成長を実感できる。俺の体は今週の。迷子のマリモが帰った。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。喧嘩してる場合か。クソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復ありがとう、助かるわ。おいお前、降ろしちまうぞ。サンダーボルト、ケンパやる気。もう少し休ませてくれてもよかったのに。受け取ってさけない姿を見せちまったな。どれどれ。手強いわね。みんな気をつけて。ドスフルール。
しちまうぞ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。効かねえな。俺が。サンダーランスクーポン。オチエントフルール、クロトワマード、ショック。オラ、ぶっ飛ばした。はあ、ありがとう、助かったわ、ナミさん。よし、な、海の一流コックは技も冴えてこそだ。うわ、やったー。今週の俺は、ナミさん、無事でよかった。おう、ご苦労。お前じゃねえよ、クソケ。すげえな、ガラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがのリンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい、待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ、皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ、恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日、ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光は何だ。よし、面白そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。任せろ、フードバースト。
バーストいっけんせい立て直すわよ危ないジョンボーさんなんだよこれさせるかよあの男は島に着いたのか間もなくだ急がせる必要があるなあの一味にはニコ・ロビンがいるのだそうだルフィ思い出したあんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。島に流れ着いてすぐこの浜よでもその後すぐにあのゴリラに使う女の子がどこにじゃあ島にはあるんだなありがとうこの岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。現在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。
出てきたな。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィック。手強いよね。みんな気をつけて。任せて。支援フルール。デルフィニウム。ゴムゴムのブレッド！ディアブルジャンブ！プルミエール足！サンダーボルト、テンポ！これは気を抜けなそうな相手ね。
支援フルールデルフィニウム。私たちの勝ちよ。調子がいいぞ。悪くないわね。仲間のために強く。俺の体はさらなる強化を遂げた。こいつらが麦わらの一味か。なるほど。噂通り役に立ちそうではあるが。さて。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえよ。私は最後は炎の攻撃も弱まってたか。出てきたぞ。何が起こってんだよ。次へと一体何だってんだ。ウソップ危ない。お上際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が。何を遊んでやがる。下がってろ。俺がゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やっ。おかしいわね。私も能力が使えない。違うわね。使い方を思い出せない。
してやる。くらえ。俺に任せろ。マナーがなってねえな。まずいわね。こいつ強いわ。今行くわ。これでどう。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。まあ、そいつは…ははは、俺の名はアディ。数年前、何気に居ついちまってさ。リム？誰だ？そいつだ。なあ！お前さっ…あなたが触れた後に…ええ、私のせいよ。でもあなたたち海賊…海賊なのは認めるけど…この島は、不思議な船はすべて海の…嵐を乗り越えてくる…なんだよ。だから私は力を手で触れた相手の。どういう仕組みだ。これは私の一。つまりあなたは。そうよ。他にもキューブの情報。キューブの持ち主の気。すげえな。お前も悪魔なの。知らないということは。それで大丈夫。そうか。じゃあ探しに行こう。それしかなさそう。よし、その捜索俺も行く。え、あなたが。さっきも話したが、血のつながりがあるわけだから、俺新世界のご多分に外の世界の手始めに、その運が良ければ。危険がないだって。まあそれ本当か。安心しろ。さあ、まあ、そうだ、